Alright. Hello everybody, スープンキャットです。今回もですね、ロバアイタスやっていこうと思います。ちょっとまた風邪ひいてですね、結構長い時間空いちゃったんで、やる自体が久しぶりなんですけどね、まあ、まったりやっていこうと思います。まだね、喉の方も完治はしてないんで、ちょっとまだ咳込んだりとかしたら申し訳ない。まあだいぶマシにはなったんだけどね。で、今ね、フィナーダの方で、まあこの新兵たちっていうか、まあ、村人をですね、まあ訓練しているところです。いて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 。で、これ戦ってる間にちょっとバナーロードの方について話したいななんて思ってたりとかするんですけど、ついね、Steam の方にバナーロードのページが追加されましたね。まだね、発売日が未定なんですけど、個人的には早く発売してほしいななんて思ってます。やっぱね、マンデブレードワーバンドの方すごい面白いからね、バナーロードもすごい面白くなるんじゃないかななんて期待はしてます。やっぱね、ワーバンドのね、問題点だった甲状腺とかもね、すごい良くなってたから、非常に待ち遠しいですね。はしごで、ただ登るだけじゃなくて、まあなんだろう、シーチタワーとかね、押してったりとかして、なんだろう、好きなところから攻められるみたいな、そんな感じみたいなんで、それがね、すごい楽しみです。いてててて。で、まあちょっとこれ集中した方がいいか。俺が死ぬと普通に負け扱いになるからな。やべえ、久しぶりすぎてちょっと腕なまってんな。よいしょ、下ろせ下ろせ。よし、おい、よっと、まあ邪魔だ。でですね、まあ、甲状腺の方もすごい良くなったし、犯罪者の方とかもね、なんだろう、バンディットギルドみたいな感じで作ることができるみたいなんですよね。それがすごい楽しみです。お、勝った勝った。でですね、まあ出たらもちろん実況はします。ていうか多分ね、このシリーズとかね、そのまま忘れてやっちゃうかもしんないですね。それほどまでに俺はすごい楽しみにしてます。グラフィックもすごい綺麗だしね。で、前回はスバリアの傭兵として戦ってたんですけど、まあ一応ちょっと解消しときました。で、その代わりにですね、このジェジャイラとかいう、なんか父親から逃げた娘をなんか連れてきました。この子もですね、脳筋ファイターにしようと思います。ていうかもう85か。ていうかジェジャイラレベルアップできるじゃん。じゃあ君はね、ストレンスをとにかく上げていこうか。まあトレーダーにしてもいいかもしんねえけど、まあそれはいずれということで。さて、どうしようかな。ぶっちゃけマウンテンバンディとまたここで借りまくって経験値上げていくのもありなんだろうけど、それは今やらなくてもいいんじゃないかな。お、スワリアが俺になんだ、バッサリならねえかってきたな。どうしようかな、スワリアか。まあなんか自分の土地もらえるってのはありなんだよな。エミリンか、エミリンか。
やべ、ちょっとまた咳ができた。エミリーってどこだったっけな、思い出せねえや。まあでも、そうだな、しばらくスワリアと一緒に行って、コネを作っとこうか。よし。じゃあ、お祝いにお前ら買うか。そうだね。じゃあ、しばらくは、まあ、傭兵としてはなく、もう、一員として戦ってだ。で、しばらく、友好度上げて、で、で、その後抜けて、まあ、城取って、まあ、勧誘していこうと思います。ぶっちゃけコネがねえとこのゲームつらいからな。さてと、ちょっとまたね、腕鳴らさねえといけねえから、このバンディとどもに相手に戦おうかなと思って今仕掛けたんですけど、真っ暗だからどこにいるのか分かんねえや。もういいやつ、突撃させてまえ。あ、来たね。じゃあ行こうか。ちょっと俺もまたこのハルバールを使って練習しようと思ったんだ。よいしょ。リーチを生かして戦うっていうのが俺はちょっとまだ苦手なんだよな。前回も言ったけど、まあこのバンディット戦でちょっと練習しよう。この突きが結構難しいんだよな。よいしょ。まあ圧勝だわな。あ、一人死んでる。でもハスカル死んでんのか。まあそういう事故はね、起こるもんさ。さてと、まあ、ここら辺もらっていってと。じゃあ一旦戻ろうか。で、エミリーはどこだ？エミリー。ちょっと敵の近くじゃねえかよ。なんかあんなゴミリッチなところ渡されても嬉しくはないんだけど、しかもジハットキャンプあるぞ。しょうがねえな。あれ、まだ俺、なってねえのかな？ああ、そういうことか。だよな、まあ、手紙もらって、はい、仲間ですってわけじゃねえもんな。しょうがねえな。じゃあ、ちょっとプライベの方に行こうか。あそこの数の方も取り返してあげてえもんだけどな。おっとっとっと。いるかな？いるような気がしなくもねえんだけど。キングセドルスか。ああ、いたいたいた。こいつか。ちょっとこれか来たか。まあ待っていたぞ。で、まあ。キサロ、お前の功績が耳に届いているから仲間にしたいと。いやー、俺モテちゃって困るな。
まあ、で、これで仲間になりましたから、エミリンがもらえると。やったぜ。これで他のやつだと。あ、次はバロになったか。うん。はあはあはあ。ああ、まあ一緒に戦えてよかったよってことで、さらにクエストで、リレーションが5になってんな。うんうん。ああ、で、これ片付けてくんねってことで、じゃあカーサーの、あれもやるか。もう何度目かわからんけどな。ちょっと飲み物のがねえな。おお、で、エミリンからとかの金が入ると。これはでけえな。で、朝になったら行こう。ははは。はっ。62人もいいのか。相当な数だな、おい。これは相当きつい戦いになりそうだな。しかも相当近いところだから気をつけないとな。うわ、めんどくせえ。ちょっと弓兵、お前らそんなに前にいたら殺されるぞ。お前ら雇うのだって楽じゃねえんだ。本年だったらこっちから行きてえけどな。こっちから行こう。向こうが攻めてこねえんだったらこれは好機だ。行くぞお前ら。山賊どもを許すではない。ゴー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 。突撃じゃ皆の者。おらよ。ういえ。お、レベルアップした。ナイス。まあ、死亡者出ているのは仕方ない。またフィナーラかそこの方に行って雇ってこないとな。やばい、結構死んでんな。勝手にさせられてんな。よい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 、これはよくねえぞ。おらよ。次はあっちか。いやー、結構また死んだな。何人死んだんだろう。15人ぐらい死んでんじゃねえか。あとはもう残党狩りだからそこまで死亡者出ねえと気の痛いけど。おお、危ねえ。まあ盾ねえ、も盾持ってないだけありがてえと思わねえとあれか。よし、勝った。いや、やっぱりだ、15人死んだな。しょうがねえ、ここでディーテンブルーダーとか雇っていくか。で、バランスグレートソードとかなんかもらったらやったぜ。じゃあここ潰すかな。てかめっちゃなんか経験値もらったな。さてと、じゃあここの方を潰して経験値と有効度を上げていこう。まあ有効度を上げとかねえとね、やっぱデスワリアの方とかからもうどん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 引き抜いていかないと。これは俗に言う、まあ、地盤作りというか、いうわけで。俺が作ったや、このハルバードの味を食らえ。切れ味を食らえ。だな。味を食らえってなんだよ。ペロって舐めて、うん、これは鉄だみたいな。
これはスバレで掘られた鉄でございますねみたいな、どんな会話だよ。ここからはクロースクォーターが多いからもう剣と盾で行こう。ちょっと待って、あそこの方にいるな。まああいつらは任せても大丈夫でしょう。あ、やっぱりいたいたいた。あらよ、さてと、あとはこの方にいるやつらを狩るだけだけど。おお、ここで湧いたか、お前。危ねえ危ねえ。で、俺レベルアップしたけど何に振ろうかな。まあ、やっぱりアジリティの方に振って作れる武器を増やしたいなーってあるから、それにしようかな。来いよ、そんなコンボを泣かせてよ。今なんかふわーって浮いたな。ふわふわ。あとはあっちの方か。まあでもジェレムスとかすごい、なんかジェレムスが無双してるぞ、すげえぞ。さすが俺たちのジェレムス。でもさすがにその人数はやっぱりジェレムスの敵だ。許さねえぞお前ら、この俺たちの仲間を倒しやがって。恥を知れ、貴様のその命で次になってもらおうぞ。よいしょ。あとはどこだ。いやでももうテオドミンとかやってるから勝つでしょう。おーい、あー、あとあそこの上か。耳があればあそこやれんだけどな。まあしょうがねえよ、俺がじゃあ登っていくか。おお、さすがテオドウィン、俺が見込んだ男のだけあるわ。はっはっはっは、チーズもらった。いやどうしようかな、ディスマンテッドディーティブルーダーの方が強いかな。そうにしよう。お、パーパルソードマンで、お、ハーツマンがノルディックヘビーインファントになったか。まあ結構精鋭揃いにはなってきたな。でお前にこれと、うーん、これとこのヘルメットとこのブーツだな、渡してあげて。お前ねえもんな全然。しょうがねえ、俺のターガンランスあげようか。あ、でもこっちの方がいいな。完全に山賊になっちゃったなこいつ。お前これ持てねえだろ。だうん、こいつのストレンス6だったっけな。全然ねえもんな。7か、そうか、さっきあげたもんな、1つ。じゃ次はフィレンティスだな。フィレンティスはトレーナーだったかな、誰だっけ、セドリックだったかな。セドリックか、トレーラー。うん、じゃあそうだそうだ、セドリックかトレーナーだ。タクティックスって、あと何振ろうかな。パスファインディングの方とかに振っとくか、適当に。いや戦闘スキルの方に振っといてあげるか。
こんなもんかな。で、フィレンティスが、ファイターかな。で、俺自身のスキルか。まあ、アジリティ上げて、アイロンフレッシュだな。いや、でも、アスレチックの方振っとくか。よし。で、終わったから。フレデリカスか。俺とフレデリカス結構なんか仲いいよな。よしよしよし、ちょっと待って。フレデリカスくん。あれ、いねえな。シドルスだしな。ちょっと聞きたいんだけど。違う違う、これじゃねえよ。フレデリカスくんはどこだい？マジャーなんかあいつ。アルデバーグの近くか。で、ヤラダの近くと。まあ、アデバーグの方に向かっているということやな。よしよし。さて、いるかな。いねえな。まあいいや、ついでにここら辺のゴミ打っちゃうか。さてと、まず水とパンだな。でもいねえもんな。とアーデバーグに向かったって言ったけど、またこっちの方に行ったのか。ノルワンデルにちょっと聞いてみるか。テバリン城に向かってて、イリンデアの近くか。はいはいはい。テバリン城ね。のイリンダ。ここじゃねえな。どこだ？テバリン城、イリンダ、イリンダ、テバリン城。こっちの方ではないな。ん？わかんねえや、ちょっと調べるか。早くあいつと話して終わらせたいんだけどな。あー、そっちか。じゃ、プレイブン経由で行った方がいいかな。ちょっと、ちょっとセドルスさんよ。フデテリカスはテバリン城。はい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 。あそこにいるのに。よし。なら、おそらくすれ違う可能性は高いのでは。いた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 。ちょっとフレデリカス君、待って。よっしゃ、終わった。5から9に上がった。まあ、なんか他はねえということだね。よし。あと、なんかやれることとしては、ここに捕まってるやつら、まあ、ここには大切なやつはいねえな。そのスバリアのやつら、捕まってるやつ、ね、助け出すってのもありなんだけど、それはそれで結構大変だしな。捕まってるやつはいねえかな。アゴスティーノが捕まってんの？あ、違ってる。違ったな。なんでアゴスティーノが自分の城に捕まってるんだって話だしな。じゃあちょっとエビリンの方に行って、自分たちのあれ見ていくか。村を。
とビレッジセンターに行って。なんか他にできることねえのかな。うわ、趣味悪いぞ。ふんふん。村人12、20人と。ふんふん。新しい建物を建てたいと。ないと。仕事を与えたい。はあはあはあ。20人仕事してねえやつがいいのか。あ、まずは10人ファーマーだろうな。で、ウッドカッター、ストーンカッター、ブラックスミス。まあ、イーブンにやっとこうか。で、ウッドカッター多めにしとこうかな。ふんふんふん。申し訳ない。村、まあ、金が必要で、さらに、建物建てるには、マテリアルが必要だと。ほんほん。ドラフトテーブルが必要なのね。まあ、初めはどうするのってことやな。ああ、やっぱり、まあ、20人雇われて、村人いるから10人はまずファーマーにして、まあ抜けないようにすると。で、まあファーマー多めにした方がいいということやな。まあ半分より多めって感じか。なるほどな。オッケー。で、ここの方もリクルートビレッジにしてから、なんか助けることあるかな。しょうがねえな、牛8匹もか。まあこれで上がるんだったら、まあありかな。ちょ、トスターの方に行って、牛買ってくるか。39匹いるのか。5匹買って、5、あと3匹か。3頭か。いや、たっけえけど、まあ金で言うこと買ってるようなもんだな。よし、これで上がるでしょう。おう、で、エミリンの繁栄度もめっちゃ悪いから悪いに変わったな。他は？次は小麦か。7つか。なんかいろいろと手間かかるようなもんばっかやな。小麦は、小麦はどこだ。ここにはねえな。じゃあ、アルデバーグ数のプレイブンのルートで行ってみるかな。で、ジハートが出発したようだな。ちょっとなんかまた下がってんだけど。 もしかして荒らされた？また。やめてくんねえかな、そういうの。そう、アルドリアスの方も行こうか。そうだ、スーノの方マーケットプレイス入れねえんだよな。
もっと組みをよこせ。あったあった。1、2、3、4、5、6、あと1つか。ベルーカ行こうかな、じゃあ。ちょっとプレシー下がっちゃうけど、まあ別に。お、町からの収入が増えるな。やったぜ。で、小麦があったあったあった。これでしばらく大丈夫でしょう。お、ジハットが失敗したね。ポン、終わったか。で、エミリンから330も増えたし、やったぜ。じゃ、エミリンの方も、手割り上でなんか宴をやるみたいだけど別にいいわ。さて、持ってきたよ。ほら、これで18か。他は特になしか。お、9に来たいって言ったから、よし、まあ雇っとくか。こいつはスワリアの騎馬兵にしてもいいかもしんねえな。で、どんどんレベルは上がっていくね。ただスワリアの方は大器晩成型なところあるんだよな、こいつらも。最初は弱えからよ。まあいいとこ育ちのお嬢様が脳筋になっていくのは面白いな。ジェネムス、ジェネムスは神、俺たちの守り神。そうだな、こいつも、エンジニアリングの方もちょっと上げてもらうか。さてと、他は何かあるかな。スノの方もユコロ上げたいってあるんだよな。じゃねえと入れねえとめんどくせえからさ。まあいいや、ちょっと手割り場に行ってみんなと顔合わせしてくるか。リバチェクでトーナメントか。遠いな。お前はマイナス3か。低いね。ね、ゼロか。ユコロどんどん上げていかねえだろ。でも、でもうお辞儀しなくてもいいってことは嬉しいね。いちいち話すたびにお辞儀するのめんどくせえもんな。あれ、主賓はいねえじゃねえか。あ、いたいた、フレテリカス君。他になんかやることない？ないか。まあ俺の兵見てくれよ。こいつどう思う？すごく多いですまあインフルエンスポイントとか稼げるから、これはこれであれだけど。ギフトとかも渡せんのか。なんかは何渡せんだろうね。まあお金渡したいと。なんか一満タイ臭いなこれ。ゴーって何がゴーなんだろう。で、アルデバーか。
全然なんかやっぱりコネが少ねえな。なんか捕まってるやつ、とにかく積極的に助け出さないと、あげにくいかもしんねえな。まあ戦が起きねえと、しばらく俺は暇だな。まあその間にお金稼いでおくのも悪くはねえか。オスバリアがレベル4になったか、テクノロジーが。相変わらずここ入れねえか、残念。よし、じゃあ今回はここら辺で一旦区切ろうかな。まあ、久しぶりの、ノバアイタスだったんで、ちょっと腕がなまってたんですけどね。まあ、また次も見ていただけたらなと思います。なんかやることない、ないか。で、じゃあ今回はここで。ご視聴いただきありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。